はい、では、次に進みまして、田中さんからの発表になりますが、はいえー、田中さんからは今回、ビデオでの参加ということになっておりますので、私のほうからですね、えー、動画の共有をしたいと思います。 で音声がうまくいくかどうかなんですが、えー、それでは始めさせていただきます。えっと実務でリブレカルクのマクロを使ってみたと題しまして、田中秀宗がお送りします。 えっと、挨拶と自己紹介です。えっと、田中です。えっと、現在、建設業で積算業務、工事費の見積もりをしてます。で、建設業界の業務で実際にリブレオフィスを導入して使ってみたお話をしようと思います。でツール作成の動機なんですけれども、まあ、建設業界では、それまで使ってたマイクロソフトビジョンのサードパーティーの 拡張機能が提供されなくなったりっていう問題が発生しています。で、リブラオフィスならこれからもずっと使える見込みがあります。よっていう風にお話ししてます。で、これから私が実際に作成して利用しているツールをご覧いただきます。軽くを使ったツールです。で、見積もりツールの紹介になるんですが、これは建設工事の見積もりにおいて、何にどれだけの費用がかかるかを算出するためのツールになります。 で各金額は国の定めた基準で公開されている情報になりますので、えっと、見せても安心ですで。実際に動かしてみます。で、えー、っと、このセルに値を埋め込めば、数字が出るというツールになります。このように。 あ,ある程度、この、こことここの単語を見て、予測しておすすめしてくれるのを選んでいくだけのツールになります。これは二つ出たな。えー、っと、ネジどっちでもいいのか。ネジ溶接ハウジング。どっちしようかな。高い方いるとこ。はい。 このように、うん、65の太さで、えー、っと、機械室で、これは冷温水だから、のネジだから、これかな。このように使っていきます。で、あの、どの工事にいくらかかって、 職人さんにはいくら払わなきゃいけないっていう労務費合計とかこの辺ですね。あの、お客さんからはこれだけもらって、えっと、職人さんにはこれだけ払いますよっていうふうに国の方であの基準がありますので、その値を出していくツールになります。で、えっと。 で、同じコードを使って汎用的な何かを作ってみました。で、えっと、準備。で、公開されてます。で、エクステンションセンターからテンプレートとしてダウンロードできます。で、タイトルはバイブルサーチ。世界的ベストセラー本の検索シートになっております。で、これもどうしようかな。動かしてみるのかな。あ、性能改善のポイントの前に。 動かしてみます、えー、例えばそうですね「創世記」1.1って入れてチャプターを開くああインデックス作ってないから時間かかるな待ちましょう うーんと、出ました。このように、えっ、ー、と、特定の場所を選んで、例えば3行選択して、こう押すと、一章一節から3節までの文章が、こう、いい感じに編集されて取り出せるという。 ものになっています。あとはフリー、フリーワード検索ですね。目からうろこでキーワード検索。ってやると、こういうふうに、まあ、過去に起こった事象が書かれているとされています。あとは、 そうですね、豚と真珠とかことわざにもなっていますがこれもインデックスがないな時間かかりますねこの辺りですねとこのようなツールになってます で、マクロの性能改善のポイントをご紹介しようと思うんですけども、セルにいちいちアクセスすると、あの、時間的なコストが高いです。で、メモリ上でアクセスするように工夫するとちょっと早くなりますね。で、比較した結果がこちらです。えっと、初期化にはまあ、20秒以上かかるんですけども、 えっと、セルにアクセスする時間と比べて、まあ、例えば、ディクショナリーとか、配列へのアクセスっていうのは、ずっと短い時間で済みます。<music> とか、まあ、出てますけど。えっ、ー、と、日本語の聖書を1文字の単語、 1>, 1個で全文検索したときの比較です。初期間に時間かかりますが、最初の1回だけで済みます、えーと。毎回セルをアクセスして本文を検索するのと、メモリアクセスするのとでは速度に随分差が出ますと。メモリアクセスする場合でも、行番号から本文を取得する辞書と、配列に入れた場合の速度では当然差がありますで。行番号から文字列取得する辞書っていうのが、 毎回二分期探索するために無駄な時間がかかってますと。で、これとこれの差が出てると。合理的なロジックでプログラミングをしましょうということになります。で、メモリ上でアクセスする方法っていうのは、あのディクショナリー使うんですけど、その使い方のサンプルを紹介します。で、上は、えっと、文字列から行番号。文字列、バリュートゥロングっていうふうにしてますけど、 えっと、下は行番号から文字列だから、まあ単なる配列ですね。うん、ストリングの配列です。あらかじめ先頭でパブリックで定義しといて、で、えー、っと、うん、コムサンスターコンテナイナミレータブルマップのクリエイトってこういうふうにすると、えー、っと、辞書を作れるので、そこに、えー、っと、プットしていくっていう。 文字列と行番号っていう形で、行番号は any ですね。文字列は string で定義してあって、そこにプットしていきますと。で、取り出すときは、えっと、これか。えっと、value to long の get の,あの文字列を与え,与えると、えっと、行番号が取れるので、その、 ネクストとか、その前とか、ポジションに前あのマイナス入れると前が取れますね。それで、あのー、この前後を埋めてます。このネクストテキストとか、テキストテキストのマイナス1とか、いう形で実装してます。 あとは、Windows でも Linux でも動作させたいので、あの、そこで気をつけることをお伝えします。で、ファイルパスについてとテキストの文字コードについてっていうのがありますね。ファイルパスは、えー、っと、ご存知だと思います。Windows は、バックスラッシュ、円マークとも言われますね。円マークで表示されます。で、えっと、スラッシュが他の OS と。 で、あとは、あ、そうそう。e n v i r o OS ってやると、Windows の場合、Windows って入ってくるので、えっ、ー、と、Windows NT とか入ってくるので、Windows が含まれてたら、とかっていう処理で書いてますね。で、ファイルを読み書きするときはあの、ディレクトリトラバーサル、あの、ディレクトリを深く掘ったり、上に上がったりっていうのを避けるために、 あのこういうバックスラッシュとかスラッシュとかをあのチルダに置き換えてファイル名の一部に変えてやったりっていうことをやります。でテキストの文字コードがもう一つ日本では問題になるんですけども、えっと、テキストファイルに書き込む場合はあのー とテキストファイルから読む場合両方ですね Windows は標準でシフトジ数になってしまいます。あの普通のリードとかあのプリントとかってやるとシフトジ数で読,もう読み書きしようとするのであのそれぞれエンコーディングを指定して読み,読み書きしないと Windows 専用のマクロになってしまってあのとても退屈な仕事になってしまうという個人の感想が。 ございますので、こんな感じで実装します。そうですね。残り4分ぐらいですけど、どうしようかな。見せるだけ。えっと、シンプルファイルアクセスとテキストアウトプットストリームをこう、いい感じに使って実装します。で次は、読む場合。これ前半部分ですけど、 えっと、リストをファイルから読み込むみたいな処理ですね。Windows だったらこう、それ以外はこう、セパレーターを考えてやって、で、インデックスフォルダーのこのセパレーターの、まあ、こういうファイル名を次のページ、えっと、 シンプルファイルアクセスのテキストインプットストリームを使って UTF-8 を指定して、で、エンドオブファイルになるまでぐるぐる回して、っていう処理で実装します。リードライン、インプットストリームのリードラインを使いますね。うん。で、以上になるんですけれども、で、私のいる建設業だと、先ほども言いましたけど、 あのソフトがなくなるとか、新しいのに変わるとかっていうのが結構多いので、えー、拡張機能も頑張れば自作できそうなレベルだし、あのリブリオフィスをお勧めしてます、周りに。で、キングオフィスも使われていて、あのマクロの入ったエクセルファイルが開けないっていうふうに困ってたんで、リブリオフィスだったらできますよっていうことで使ってもらっています。 でこれからもお世話になると思いますが、何卒よろしくお願いいたします。以上です。ご清聴ありがとうございました。失礼します。